小学校です。この作品すごく曲がストーリーに合ってるなっていう印象を受けたんですけど、はい、曲とストーリーどちらを先に作り始めたんですか？これは曲が先にあって、そのミュージシャンの人から依頼されてアニメをつけました。この作品服を着ていない裸っていう裸なのがすごく印象的だったんですけれども、はい、そこにこだわりとかはありましたか？裸が好きで、大体私の作品は洋服を着ていません、はい。この作品で注目してもらいたいポイントというのはありますか？いっぱい動くので見てもらえたら嬉しいです。それでは最後に観客へのメッセージをお願いします。はい、他の動画とかも YouTube に上げてるので、よかったら見てみてください。マスターブラスターの監督のカズティさんでした。ありがとうございました。東京芸大の大学院の映像研究科アニメーション専攻領域に在学している斉藤まどかです。私は 3DCG の、 会社でアルバイトした後に芸大のアニメーションに入りました。で、今も新作を作っています。よろしくお願いします。ではこの作品のあらすじを教えてください。はい、女の人と象が一つの湖畔の小さな家に住んでいるんですけども、まあ、その2人がその秘密とか矛盾とかっていうものを抱えながら生活しているっていうお話です。で、このお話は私の両親をモデルに作っていて、その夫婦の倦怠感を表現しています。ありがとうございます。この作品の制作過程について何かありますか？制作過程では私は東京芸大に在学しているんですけども、そこでプレゼンテーションをしながら企画を固めていって、私が最初にやりたかったのは、その痕跡が残るアニメーションを制作したいと思っていて、で、それとその夫婦の生活の中で、例えばお互いの関係に退屈してきてしまったりとか、いつも同じ場所に住んでいる、その風景に見慣れてきてしまうみたいな、そういうものを痕跡の残るアニメーションで表現したら面白いなと思って、この企画ができていきました。ありがとうございます。先ほども少しおっしゃっていたように、この作品は技法が特徴的なのですが、何かこだわりはあるのでしょうか？そうですね、この技法を使おうと思ったきっかけが、フローランス・ミライユさんっていうフランスのアニメーション作家の方がいて、その方が前の絵を消さないで上からパステルどん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 大胆に描いていくっていう手法を取っていて、その作品すごい面白いなと思っていたんですけども、で、それでその技法と同じような、制作の方法で、パステルではないんですけど、アクリルガッシュを使って描いて、その上からちょっと色鉛筆のタッチとかを乗せたりとかして絵を作っていきました。で、1枚のこんぐらい の, アクリル、なんていうのかな、イラストボードに上にカメラを設置して、で1枚絵を描いたら撮影してっていうことを繰り返していくので、そのキャラクターが何匹も画面上にいるっていう絵になりますし、そのどんどん分厚くなっていって、一番最初に描いた背景とかはだんだん消えていってしまうみたいな、そういう技法で制作しています。なるほど、ありがとうございます。では見どころを教えてください。見どころはそのやっぱり技法がちょっと変わってるアナログの素材を使った技法っていうところと、あとその技法とテーマがやっぱりすごい合っているものを選択したと思ってて、そこが面白いと思います多分。ありがとうございます。最後に観客の方たちへのメッセージをよろしくお願いいたします。映画祭楽しみにしてるので、お会いできたら声かけてください。よろしくお願いします。ジャイロの監督まどかさんでした。ありがとうございました。
健やかな歪みを制作しました東京芸術大学大学院の片山拓人です。よろしくお願いいたします。はじめにこちらの作品どういう作品か教えてください。はい、これは、無意識のうちに蝕まれていってしまう怖さを描こうと思って、こういった作品を制作しました。はい、こちらの作品のタイトルが健やかな歪みとなっていますが、このタイトルを付けられた意図とはどのようなものでしょうか。はい、健やかという言葉と、歪みっていう言葉は、まあ、一見ちょっと逆だと思うんですけど、それをあえてぶつけることで一つの世界を作り上げようとしていて、で、それはこの作品の中の音楽でも言えるんですけれども、男の人の鼻歌と、まあ、逆再生音みたいなものをぶつけることで、まあ、不協和音というか、なんかハーモニーというか、なんか相反してるけれども一つの世界になってるというか、そういったものを表現しようとしています。はい、ありがとうございます。でもう一つ、メルティングダウンという題名にもなっていますが、はい、こちらの意味はどのようなものですか。そうですね、無意識のうちに蝕まれていってしまう怖さと言ったんですけれども、最初はそういった意味合いというのは、まあ、精神面での蝕まれていってしまうという怖さを表現しようと僕は思っていたんですけれども、制作を進めるうちにだんだん僕が福島県出身で、その福島のその放射線とかのちょっと怖さみたいなところも重なってくる部分があるなと思って、だんだん制作する過程の中でそういったことを表現しようというふうな、意味になってきました。はい、こちらどのような技法で作られているのでしょうか。はい、技法はですね、実はこの作品は作画自体はデジタルでの作画、パソコン上で作画を行っていて、で作画したものを画像を、紙に印刷して、で紙に印刷したものは、全部レイヤーみたいにこう層になって分かれていて、その層になっているものを1枚に重ねて、で重ねたものを、なんだろう、ライトテーブルみたいなものに乗っけてこう透過するような状態にして、それを1枚1枚カメラで撮影していくっていうことで、あの映像ができています。はい、注目してほしいところはどのようなところでしょうか。はい、先ほど触れたような技法で撮ったその光の加減やボケ方とかノイズみたいなところも見てほしいポイントなんですけれども、なんだろう、僕はそのアニメーションのその削ぎ落とされた線みたいなものの中でも、綺麗に動いてほしい、なんだろう、シンプルだけれども動きがすごい綺麗みたいなところを、目標にやっているので、そういった動き方みたいなところを結構注目してほしいなと思います。はい、ありがとうございました。それでは最後に観客に向けてメッセージをお願いいたします。はい、ちょっとこの作品は痛みとか怖さみたいなところをかなりストレートに表現してはいるんですけれども、自分なりに真摯に作った作品なので、ぜひ見ていただきたいです。よろしくお願いいたします。健やかな歪みを監督されました片山さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。息ができないの監督をいたしました、多摩美術大学の木畑沙耶香です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめにこの映画のあらすじを教えてください。はい、あらすじは、小学校のプールの授業の話で、主人公が友達の男の子と、沈め合いっ子みたいな遊びをしていて、で悪気はなかったんだけど結局やりすぎてしまって、で友達の男の子を沈めてしまった、溺れさせてしまったっていう事件が起きまして、でそれを機に、男の子が罪悪感、それからの男の子の罪悪感であるとか不安感っていうのを水をテーマにして表現をしました。はい、ありがとうございます。このストーリーはどのような経緯で作られたのでしょうか。はい、そうですね、経緯としては、私の経験というか記憶とかの中から断片的にちょっとずつ持ってきて、そこをでちょっとずつ持ってきたのを一本のストーリーになるように、整えていったというか、つなげていったみたいな感じでストーリーを制作しています。この映画はとても技法が特徴的なのですが、どのように描かれているのでしょうか。は
はい、この作品は、一応サンドアートってことで砂で全編描画をしております。まあ、ガラスというか、まあ、私が使ったのはアクリル板なんですけど、でその上でアクリル板 でその下からライトを当てて、で上からでそのアクリル板の上に砂を撒いて、で手で砂を整える感じで、絵を描いて、それを少しずつ動かしてコマ撮りアニメーションを撮ったというふうな撮り方をしています。この作品の見どころを教えてください。はい、見どころとしては、砂の表現っていうのが一つあって、そうですね、まあ、さっきも言った感じの、砂で全編描画しておりまして、でそのただ描画するっていうより意識したこととしては、画面全体の密度を上げて、なんていうか男の子の髪の毛であるとか、まあ、背景であるとか、見応えのあるように制作をいたしました。音楽とかも、今回音大の方に依頼をして制作していただいたんですけど、なんていうかその水の中の苦しい感じであるとか、その男の子の重苦しい心情とか、そういうのをすごくうまく表現してくださっていて、そういう気持ちが伝わってくるような音楽演出になっているので、そこも見ていただきたいと思っています。ありがとうございます。最後に観客の方々へメッセージをよろしくお願いします。はい、そうですね、はい、観客の皆様、そうですね、この映画は、映画というか作品は、主人公の、重苦しい心情であるとか、まあ、不安感っていうのをテーマに制作しておりまして、まあ、砂っていうその描画が、に目が行きがちかもしれないんですけど、そのストーリーの主人公の心情であるとか、その悪気はないんだけどやってしまった、傷つけてしまったっていう、そのおそらく誰もが一回は経験したことがあるのではないかという、経験とかをもとに制作をしておりまして、この作品を通してそういう人との関係とか、あ、過去にこういうことやってしまったなとか、そういうのを思い出したりして共感とかしていただければとても嬉しいです。息ができないの監督、木幡さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。熱々コウノトリ号を監督しました多摩美術大学の小林寛司です。よろしくお願いします。はい、では初めにこの作品のあらすじを教えてください。はい、そうですね、今作は、まあ、家族の話なんですけれども、まあ、生まれ育った湖を愛するおばあちゃんが亡くなりまして、その遺言をもとにその、残された家族が、鳥人間コンテストこちらに参加する、それで湖の上を飛ぶというそういうストーリーとなっております。はい、ありがとうございます。でこの作品は脚本と監督が別の方とお伺いしたんですけれども、はい、まあ、これに関して難しかった点や工夫された点などあれば教えてください。そうですね、まあ、完全に監督の僕が、脚本の、目黒さんに何か話を考えてくださいと、依頼しまして、でそこから先絵コンテやら、作画やらは僕が担当したんですけど、まあ、演出に関しても脚本書いてもらっただけではなく、いろいろ相談しながら僕の至らない点とかも、まあ、スタッフ内、または脚本の目黒さんと相談しつつ、進めていったところがあり、まあ、そこの連絡も、ね、ものすごい時間をかけてやりましたので、まあ、難しかった点でもあり、助かった点でもあります。はい、ありがとうございます。先ほどあらすじでおばあちゃんが飛ぶといったようなちょっとユーモアな感じもありましたが、はい、この作品何を伝えようと思って作られたんですかね。そうですね、まあ、単純に、脚本を読んで楽しかったと、あ、この新しい作品になるぞと思いましたので、その気持ちを、まあ、完成作品を見た方にも伝えたいと思いまして、まあ、楽しい作品にしようと第一考えて意識して、制作しました。
ありがとうございます。この作品、登場人物など多いですけれども、はい、どれくらいの人数で作られた作品なんですか？そうですね、アニメーションのスタッフとしましては、主なスタッフは5人程度の少人数と言えるスタッフで、背景、音楽、脚本、動画の作画に関する関わるところなど全て5人体制で行ったんですけど、そうですね、キャスティングに関しましては学内の、例えば演劇をやられされている方とか、そういう演技の上手い方とか、お声掛けして、十数人ぐらいの大人数になりましたけど、キャラも多いですので、そちらに依頼して声を録音させていただいたという形になりますね。この作品の注目してもらいたいところを教えてください。はい、そうですね、東学祭アニメーション部門の、本選賞作品の中で、いわゆるストーリーのある作品になりましたので、もちろん長い間お付き合いさせて、させることにはなるんですけれども、そのストーリーを、ある意味何も考えず楽しんでいただければなっていうふうに思います。ありがとうございます。はい、それでは最後に観客の皆さんへメッセージをお願いいたします。はい、先ほども言いましたけども、何も考えずに楽しんでいただける作品に なったと思いますので、18分間、とにかく楽しんで、笑っていただければと思います。よろしくお願いします。熱々コウノトリ号を監督されました小林さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。オンドリのトビーが不眠症になってからもう何年にもなります。眠れぬ夜の流れ星を監督しました多摩美術大学の若林萌です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはじめにこの作品のあらすじを教えてください。眠らない町に住む不眠症のオンドリが電気を消していくお話です。この作品を思いついたきっかけだとか発想はどのようにしたんですか？日々書いてきた落書きの集積でしたり、大学近辺と自宅近辺の星の見え方の違いなどを日々考えたことの積み重ねの作品です。なるほど。この作品は色が白黒で色がないんですけれども、それについてのこだわりはあるんでしょうか？もともと私は、描いてるイラストが白黒で描いていたので、そのまま動かそうと思いました。ということはこの作品は制作人数自体は少ないんでしょうか？私一人で、やりました。ナレーションは友達に頼みました。この作品の見どころを教えてください。たくさんのいろんな不思議なキャラクターが出てくる作品です。いろんな顔を楽しんでいただけたらと思います。最後に観客の皆さんへ向けてメッセージをお願いいたします。当日皆さんの前で上映されることをとても楽しみに思っています。よろしくお願いします。眠れぬ夜の流れ星を監督した若林さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。夢見る城を監督した東京工芸大学の竹中です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはじめにこの作品はどのような作品なのかを教えてください。この作品は、ファンタジーです。ありがとうございます。この作品はどのような経緯で作られたのでしょうか？2人で、いろいろとそのどんな話にするかっていう企画をいろいろと出しまして、楽しい作品になりそうだなというようなお話が広がりそうなものを選んで、そこから作っていきました。この作品東京学生映画祭のアニメーション部門の中で唯一の 3D 作品なんですけれども、いつも竹中さんは 3D 作品を作ってらっしゃるんですか？
いや、僕は、今回 3D を本格的に触るのは初めてで、もう一人の、野本が、3D を中心に学んでいましたので、まあ、そっち先導で技術面はちょっと教えてもらいながらというか形でやらせていただきました。ありがとうございます。この作品はどなたを対象に作った作品なのでしょうか。基本的にその作るときに、全員の大人子供から大人まで、全ての人に楽しんでもらえるような作品にしたいというのがあったんですけれども、子供を対象というふうに言った方がいいのかもしれないです。ありがとうございます。夢見る城の見どころを教えてください。 3DCG ですかね。はい。なんかあんまりその日本の学生作品っていうとそのやっぱりまだ 2D が結構多かったりっていうのがある中で、ちょっと 3D に挑戦してみましたので、そこを見ていただければ、あとお話も頑張ったのでお話も楽しんでいただけたらと思います。はい。最後に観客の方々へメッセージをお願いいたします。いろんな方に見ていただこう、見ていただきたいというふうに思って、作った作品ですので、多くの方に見ていただきたいと思います。ぜひ見に来てください。夢見る城を監督された竹中さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。させていただきました。多摩美術大学出身の田中涼子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめにこの作品のあらすじを教えてください。はい。今回の作品は、まず男があるところに生まれるんですけど、女と出会ってそこで2人が恋に落ちて、物語いろいろ経て2人は土地別れてしまうんですけど、最後にはすんごいでっかい蝶々の卵子の中でまた再び再会を果たすという物語です。そしてこちらの作品は歌がとても内容に合っていたなと思ったんですけれども、はい、音楽にこだわりというのはあったんでしょうか。そうですね、歌はまず私が歌詞を書いてその曲を依頼して作っていただいたんですけども、そうですね、歌自体の歌詞も私はすごい思い入れこだわって作ったんですけど、もっと気に入ってるのが歌ってくださってる方と作曲してくださってる方の、もう本当に素晴らしい連携ですよね。なんか歌ってくださってる方は、私岐阜県出身なんですけど、岐阜地元のカフェのオーナーさんで65歳ぐらいのものすごく素敵なおじいさんで、この方なんですけどこの方に東京に来ていただいて、オファーを出して東京に来ていただいて、チュー、I want you って言ってもらって、それで帰っていただくっていう、もう本当にそれで素晴らしい音が取れて、そこからブッダステップっていう3人組の、もう本当ダンスミュージック界の、まあこれからの巨匠なんですけど、もうその3人がものすごく気分が高揚するような音楽を作っていただいて、で、そうですね、それで、あのような形に仕上がりました。この作品はアニメーションの動きがとてもリアルだったんですけれども、はい、こちらはどのように作られたんですか。はい。そうですね、切り紙でアニメ自体は、まあ、主に切り紙とあと手書きとか油彩とかで作っているんですけども、動きに関しましてはあれはロトスコープって技法を使ってまして、キスするシーンがたくさんあるんですけど、そこの部分はもう本当に実際にキスをしてもらって、その動画に撮ってコマを送りで、まあ、紙に私が一度線画に書き起こして、それを出力して、それに合わせてその切り紙、実際に使った切り紙を制作してって感じで作ってますね。1秒30フレームで制作してるんですけど、そこによっては本当に30枚全部置き換えて、パーツがあって置き換えてっていうことを、キスのシーンとか蝶々のシーンとか、そういうのはロトスコープを利用してこだわって作ってみました。それではこの作品の見どころを教えてください。見どころは、そうで
ですね、1秒30枚で作っているという点ですかね。なんか普通フルアニメーションって24枚なんですけども、ちょっとどうしても24枚超えたらどうなるんだろうみたいな好奇心があって、それで3分17秒だいたいトータルで5000枚ぐらいの絵を使用して作りました。そうですね、なんかそのロトスコープの技法を使った理由もそうなんですけど、なんか私自身演劇をずっとしていて、なんか演劇すごく面白い作品がたくさんあるんですね。そういうのも見たり、あと自分も演じてみたりする中で、アニメーションだけど現実にライバル心を燃やして作品に取り組みたいと思って、30枚っていうのもできるだけ現実の動きに即したというか、近づいていきたいなという思いで作ったので、まあ、その1秒30枚のすごい滑らかで、あとザラザラした気持ち悪い動きを見ていただけたらと思います。それでは最後に観客へのメッセージをお願いいたします。はい、そうですね、中は誰でも楽しめることを目標にして作りました。結構難解なシーンもあるかと思うんですけど、でも分からないなら分からなくても、本当にもうチューって聞いて、あと目でぼんやり楽しんでいただけたら本当に嬉しいです。あとお子さんにぜひ見ていただきたい作品です。どうぞよろしくお願いします。チューチューを監督されました田中さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。